よし、もう鍵だけ取っちゃえばいいか。え、こっちで合ってるかな。あ、おじさん、ライオンの鍵を探せ。ライオンの鍵を探せ。と言われても、じゃあちょっと戻って、暗い、よくわかんないな、今どこにいんだ自分が。なんか大抵爆弾やればなんとかなるって信じてる。結構なんとかなんないやついたな。びっくり。めっちゃいるじゃん敵。ちょっと待って。まずいな。え、ボスだったの？あれ？待って、あら、うわ、あれ、待って、私ドラゴンのじゃない、なんだっけ、ライオンの鍵ゲットしてないからさ、多分しなきゃダメだよねこれ。私ライオンの鍵ゲットしてないから、これゲットしに行かなきゃダメだよね普通に。ちょっと。なんか、ラッキーゲットしちゃったけど、そうだよね。はーん。そうだよね。じゃあ、取りに行かなきゃいけないじゃん。まあ、行くか。えい。なんでボスを倒したのにこんな苦労しなきゃいけないの？つらい。あと一回。道が合ってるかかな？ちょっとお金を取るぞ。もう通ったもんな、一回。ないね。あ、こいつや、弓の人？あれ？ちょっとなくなってるわ。どこだ？あれ、なんかさ、なんで弓矢はなくなっちゃうのね。危なかったね。ちょっとなぜか、一回弓矢もう取ったのに、なんか、ここに戻されちゃってて。謎よね。え、私、弓矢取ってない計算になってんのこれ。っていう不安はあるんですけど、とりあえず、どっちだっけ、こっちか。いっぱい戻りに戻って、この最初のね、わざわざ、ダンジョンまで戻ってですね、もう一回、人生で二回目の
弓をね、なんでだと 思いながらも取りに来ましたよ。で、まあお金も貯まったしいいんですけど、謎だね。とりあえずこれでゲットと、テルリリンと。で、そうしたら、だいぶもうね、終わりが近いのにね、ふつだけ倒していきたいんだけど、足りてる？ちょっと不安しかないんですけど、なんかデータ吹っ飛んでない？大丈夫かな？とりあえずでもこれで、よしよし、弓矢セットをゲットしたから、これでね、もう一回、さっきの地獄のダンジョンに戻り、地獄だよ、もう。なんですけど、戻って、あれしましょう。ライオンの鍵を取ろう。オッケー、弓矢の用意で、出たら避ける、出たら避けて戦う。よし、行くぞ。出たら避けて撃つ。いっぱい、あとどのぐらいだろう。あまり当てられてないんじゃない？ぐらい。もうちょっと待って、どっちだ？右？違うっぽい。上？あと一人。ここに近づいてくる。で、よいしょ、あった。苦労したね、それを集めるのに。やったー。よし、どうしよう。そうしたら、このボスはもう倒したから、戻ろう。で、ちょっと待ってね、あと1個立ってるかな。これでラスト、もうかな、ちょっとわかんないけど、多分入れるかどうかだよね。まずその全部8個集めてたら、その今私が行きたいところに行けるはずなので、必要なものが全部どこ、ここ揃ってるかどうかちょっとチェックだな。揃ってたらもうついにラストだよ。長かった。マジで、アイテムの忘れ物が一番辛いね。ほんと、つくづく実感した。どうだろう。ちょっとこればっかりは行ってみないと。シュークリーム、わかんないからね。怖っ。こんなやついたっけ？爆弾にしときたいな。で、ここの方だはず。ちょっと待ってね。一回、ちょっとこいつらをやらない限りでは、危険が伴うから。全部揃ってると今。揃ってなかったら、もう心当たりはあのカニの
ボスがいるとこのデータが吹っ飛んでるっていうことだよね。メガネ岩ってさ、こっちだろうな。やったー、ラストダンジョン。てか、そうするとますますなんでさっき弓矢が紛失したのと思うけど、緊張する。行くぞ、頑張るぞ。トライフォースを持たぬ者は通せない。え、あれ、一個持ってないってこと？え、そう、じゃあカニんとこじゃん、絶対。え、あれ、私カニ、データ吹っ飛んだん？マジかよ。じゃあカニに会いに行かなきゃいけないの？ちょっと待って。これで、こいつだったってこと？あったー！なんでとりあえず無事にゲットしたよ。これで、やったー、ついに、これでついにいけるぞ、最後に。行こう。マジで長かったね。私倒さなかったんだったかな、本当に覚えてないんですけど、怖いね。倒した気になってたってことなのかな。まあ、いっか。結果、ちょっとなんかね、いろいろアイテムも集められたりなんかしたし、万全の体勢でね、左ですよ。長かったな。一回さ、ぬか喜び、あ、いて。なんか、ぬか喜びした恥ずかしさもあるよね。本当に。もうあのおじさんがいないってことだよね。もうあのおじさんいないんだよね。いない。嬉しい。おじいがいない。